アニエス、気を落ち着けて聞いてくれ。あなた顔色がどうかなさったの？あ、わかった。また何か買って無駄遣いしたのでしょう。よくってよ、そんなことで怒る私ではありませんわ。さ、行ってごらんなさい。すまない。なーに？うちに女の子ができた。アニエス。あ、珍しい話ではありませんわ。少しショックですけど。私もこんなつもりではなかったんだが、相手の推しの強さに負けてしまったのだ。まあどんな方ですの？ああ、それは器量よして、生まれも名門でな。そう、そんなに可愛い方。しかも双子でな。カセロール！すまない。お前に何の断りもなく。断れば私が許すとでも？いや、ベイスも納得しているし、婚約者として悪くない相手だと思うが。ベイスちゃん？え？婚約者？何の話だと思ったんだ？いえ、その浮気かと。父様、母様のご様子は？そっとしておくんだ。やはりショックを。あの様子では1ヶ月は。娘が増えるなんて楽しみだわ。